48号でございます。はい、甲子園球場着きました。はい、ということで今日も交流戦、日ハム戦頑張って応援していきましょう。はい、まあ、昨日は阪神ね、悔しい負け方しましたけども、まあ、そういう日はね、阪神タイガースが優勝した時の動画録画した番組を見てね、あの時の感動を蘇らせて、阪神ありがとうありがとうという気持ちになってね、文句言ってすいませんっていう、まあ、そう言って一旦リセットしてね、今日の試合に挑みましょう。はい、今日の阪神先発ピッチャーは西勇輝投手、一方日ハムの先発ピッチャーは山崎福也投手ということで、なかなかね手強い相手になりますけども、はい、頑張ってください。打線の方援護よろしくお願いします。まあ、昨日はねタイムリーヒット、なんとピッチャーの大竹投手にしか出てないっていうね、ほんま何やっとんねん野手陣は。あ、ちょっとねまた怒りがこみ上げてきました、すいません。あ、ちょっと一旦リセットして、はい、切り替えていきます。はい、それでは甲子園球場行ってきます。勝ちます。せい。着きました。はい、今日はねスタメンがね3番にランちゃん小野寺ダン選手が入りまして、森下選手がねちょっと6番に下がりましたけどもね、チャンスで打ってください。もう勝ったらいいんですよ。はい、もう誰がね何番でやろうと勝ってくれたら全然いいんでね。はい、西勇輝投手頑張ってください。打線の援護よろしくお願いします。ここで山崎幸也、これ打たれたらやばいぞ。わーわー、もうこれはピッチャー山崎幸也投手に先制タイムリーと打たれました。見事なバッティングやな、ほんまに。おーわー、こっち、おい、そんなせいでええわ。今のはサードは本当にあかんって。そんなせいでええよ。レフト前にいてや、タックルスにアウト取っていこうぜ。もうもう実力通り負けたらええねんって。一回10年前ぐらいして10年前ぐらい、ああやばいやばいやばい、うわー早っ、2点入るわ。日ハムが強いんか阪神が弱いんか両方か。ピッチャーどんだけ打たれても腹立てへんもん。いや本当に、もう打たへん野手に腹が立つね。とにかく4-0。ほんで打たへんのはええねんけど、ここでランナー進めなあかんという時に全然違うバッティングしたり、ここで絶対ボール球で釣られるっていう時にクソボール振ったり、頭使えよお前らとか思う。打たれへんにやったら思うけど、頭も使えへん、実力もないし、
で野球のセオリー知らんしさ、岡田がこんな当たり前だよ、こんな僕らこんな素人が見ててもこんな腹立つねんで、ほんまに。うわなんやねんこれ。球場飯買いに行ったらより追加点取られて、雨も降ってきてるし、巨人も逆転しとるわ。何や俺、巨人逆転したんです。ヘルナンデスはスリーラン、そして岡本が逆転ツーランホームラン、6対5になってましたわ。よし、阪神 B クラスや。もうこうなったら、もう嫌なことしか起きてへんわ。今 B クラス目指すぞ。嫌なことしか起きてへんぞ。ヘルダンス作れへんかな。ノイジーととりあえず勝負ヘルダンス。嫌なことしか起きてへん。嫌なことしか起きてへん。今何があった、何があった。サードエラー。嫌なことしか起きてない。よし、ここから先は日ハム応援しようも。野球は延長戦、何度突き刺さるホームラン目指す、ラララララ。ああ、めちゃ。おお。あかん。あかん。あ、切り替えだ、メシや。飯食うぞ俺は。ということで本日の球場飯はこちらでございます。ゆうちゃんの西ゆうき投手ね、ゆうちゃんの多少香る四川風麻婆丼ということで、西ゆうき投手ね、今日はちょっと打たれてしまいましたけども、まあこういう日もありますわ。まあまあ気を取り直して食べます。ああ、この山椒、花椒っていうんですかね、いい匂いが、いい香りがしてきますわ。うまそう。雨すごい降ってきましたけども、雨の中で麻婆丼すわ。はい、うまそう。ああ、いい匂い、多少のいい匂い、うまい。ちょっとピリッとしますけども、辛すぎずお子さんでも食べるらしい。うまい、うまい。今日は飯しか楽しみないよこれ、ほんま。辛かった。お子さんにも大丈夫です言ったけど、嘘やわ、これ辛くて無理やわ。よし、こっから逆転やろ。うれんの打てんの打てんの打てんの、ほんまにそんぼ負け。いや、これ阪神ファン何に怒ってるか言うたらね、あ、確かに今日ね、ピッチャー点取られたよ、取られましたけども、今まで散々ピッチャーに助けてもらってきといて、こういう時ぐらい打たれよ。ほんま助け合い違うんか。もうずっとピッチャーのおかげで勝ててきてたでしょ。ピッチャーが打たれた時ぐらい打って助けたれよ。そういう時も打たへんの、ほんまに。もうずっと1年間これで行くつもりな。はあ、もうそこですよ。まあね、西投手ちょっとね、エラーも絡んだりね、自分のエラーもしちゃったり、ピッチャーの山崎福也選手にタイムリーヒット打たれたりね、ちょっと不甲斐ないとこを見せてしまったかもわかんないですけども、そういう時は打線が助けたろうぜ。まあ日ハムが強いわ、日ハムが強い。今日11安打か、昨日が15安打、今日が11安打。ほんまにね、打球が鋭い。そしてね、ランナー溜まったらランナーさーって帰ってきますからね、足も速い。もうね、昨日も言いましたけども、ほんま力負けでございますわ。はい、まあけどそんな言ってられませんからね。はい、一応
連覇目指してますんで、ここで負けをね認めてもうたらもう元も子もありませんので、阪神ファン諦めず応援するだけでございます。はい、それに応えてくれ、よろしくお願いします。はい、今日はちょっと雨が降ってきてますんで、このまま帰らせていただきます。明日から千葉ロッテマリンでございます。いや、ほんま頼むで。ああ、ピッチャーが打たれた時は助けたろうぜな。もう助け合いで、助け合いでいきましょう。はい、それでね、戦って1年間戦って、もう連覇が見えてくるんですから。はい、諦めてませんよね皆さん、連覇諦めてません。はい、僕はね諦めておりませんね。最後の1試合になるまで、最後の1試合になるまでって、まだね6月入るとこですからね。もう最近ねちょっとねブー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 文句ばっかり言ってますからもね、もうそれはねもう阪神が大好きやからですよ。阪神ファンみんなそうですよ、阪神が好きやから愚痴もこぼれるんですよ。はい、ということで明日からも全力応援していきましょう。ということで今日の動画は以上でございます。ありがとうございます。さよなら、バイバイ。